議員に立候補するってことはさ、もちろん任期満了するっていうのが約束しているってことじゃないか。ちょっと待って、うん、決めつけるんじゃなくて、うん、つまり何かって言ったら、権力持ってる人間たちによって喋らさないってことも可能なわけですよ、この言論の負において。いつもご視聴くださりありがとうございます。ロデムの部屋へようこそ。今回の動画は、山本太郎が衆議院議員を辞職したことに対するある有権者の不満、それが質問となって山本太郎にぶつけられる、こんな内容の動画です。その有権者の憤りを山本太郎はしっかりと受け止め、そして納得していただけない方もいる、そんな前提で、なぜ自分が衆議院議員を辞職したのか、国会のとても強大な権力に対してどう立ち向かうか、どう抗っていくか、そんなことを思って今回の辞職に至った、そんな訴えを、凱旋を傍聴している有権者たちに熱く語りかけます。とても見どころの多い動画となっていますので、皆さんぜひ最後までご覧ください。ロデムでした。山本さんにね、一つ聞きたいことがある。あなたは衆議院辞めたでしょ？君ね、この前の衆議院選挙を受かった時に、なんで受かったか。国民の信託を得て君は当選しているんだよ。なのに、辞めるってのはどういうこと？君はさ、確かに比例代表で受かったから、令和新選組って書いた人がいると思うんだけど、君はね、受かったんだから、こういう人がいるんだよ。あ、山本太郎さんには政治をやってもらいたいっていう人がいたと思うんだよね。そういう人にどうするつもりなんだって俺は聞きたいの。議員に立候補するってことはさ、もちろん任期満了するっていうのが約束しているってことじゃないか。それを選挙の時に言わずに辞めたってんだったら嘘つきになっちゃいますよ。とりあえず、なんであなたが参議院選挙に出なきゃいけないか、理由をちゃんと言ってください。ありがとうございます。お答えする前に一つ、私が衆議院議員を辞めた理由っていうものに関してはまだご存じないってことでいいですか。なんだっけ、予算委員会の発言権奪われたとか言ってましたよね。それですか。ちょっと待って、決めつけるんじゃなくて、うん、それに対しての意見っていうのはまた後であなたが言えばいい話だから、うん、今の質問、私が辞めた理由に関しては、あなたは何かしら記者会見を見たりとかしてないってことでいいですか。一応一通り聞きましたよ。一通り聞いた、うん、あ、でもその上でってことですね。わ、うん、かりました。じゃあ内容わかってらっしゃるそうなので、いきなりその話に入るって言っても皆さん置いてかれる人いるかもしれないので、一応皆さんにもシェアさせてください。昨年の10月にあった衆議院選挙ですね。山本太郎選挙出たんですよ。衆議院議員に結果なりました。で、衆議院選挙には2つ皆さんに投票用紙書いていただいたと思うんです。1枚目は選挙区です。あなたのお住まいになっている地域から代表者を1枚選ぶ。もう1つ、これは比例代表です。比例代表って何かって言ったら、いくつかの県、神奈川とか山梨とか、例えば南関東ブロックっていう中からグループ名、政党名を書いていただく、政党に投票していただくっていうやり方です。一方、山本太郎が去年の10月、議員にさせていただいたのは、今言った比例代表、グループ名での投票をいただいた、東京です。東京で令和と書いてくれた人たちに票が集まり、私がその名簿、比例名簿、比例で出てる人名前書かれてますから、そのトップに書いてあったので、私が最初に抜けて議員になったってことです。まずは仕組みの話、今お話ししました。で、去年の10月、山本太郎が議員になった。で、今年の参議院選挙があることは去年の10月から分かってることです。そりゃそうですよね。スケジュール決まってるんで。衆議院は解散しますけど、参議院は固定で6年間ですから。で、3年ごとに選挙があるから、いつ選挙があるかってことは分かってる話なんです。だから去年の10月衆議院選挙があった時に、今年の6月に参議院選挙が開かれるってことは分かってた。じゃあ最初から分かってて、議員になって辞める予定だったのかって言ったら、それは違います。自分の中に考え方の変化が出てきたってことです。じゃあどのような変化だったのかってことなんですけど、まず今年の参議院選挙、6月の22日にありますけど、これが終わった後には3年間選挙がありません。
国政選挙が行われないってこと。国政選挙が行われない期間って何が始まるかって言ったら、権力持ってる人たちがやりたい放題するんですよ。そのやりたい放題はまずいってことは、衆議院受かった時にも思ってました。でも衆議院での議席をもらったんだから、自分はちゃんとそれで仕事をしようと思ってました。衆議院からちゃんと抗おうと思ってました。でも抗えないな、これ厳しいなと思ったのが、先ほど彼があのことですかって言った事柄だったんですね。それ何かって言ったら、今年の2月に予算委員会、開かれたってことです。で、国会の中で一番重い議論が予算委員会なんですよ。一年間の予算を決めるからってことですね。で、その予算委員会の場で、私たち一議席くださいと。予算委員にしてください。議席は三つしかないんだけど、予算委員会に席をくださいってことをずっと交渉し続けてたんですけど、それ叶わなかったんです。で、もう一つお願いしてたのは、時間をください。予算委員会では、私たち議席はないけど、委員外質疑という形で、時間だけもらって質問するってことをやらせてほしいと。立憲民主党にお願いしてたんですね。で、立憲民主党には、これ枝野さんの時代から国対委員長に対してお願いしてました。だって私たち衆議院選候補者4割下ろしましたからね。野党共闘っていう名のもとに。当然何かしら、この衆議院においても、立憲民主党から質問時間もらえたりとかってことを望んでたわけです。で、この予算委員会、席はもらえなかったけども、時間上げるって話になったんですよ。予算委員会が終わりの頃。それが15分、立憲民主党からもらえることになった。なったけれども、質問を作って質問する前日に、これ、どうやら無理っぽいっていう話を聞いて、話が聞こえてきたんですよ。これ立憲民主党から。これは与党が令和新選組を立たせることを嫌がってると。で、結果、当日になってやっぱりダメだった。自公が喋らせないってことになった。そういう話なんです。つまり何かって言ったら、権力持ってる人間たちによって喋らさないってことも可能なわけですよ。この言論の負において。言論の負において喋らせる、喋らせないという判断。しかも自民公明から時間もらえる話じゃないんですよ。自民党さん、公明党さん時間くれる言うてたのに、やっぱりあかんかったらしいわっていう話じゃない。全く関係ない立憲民主党が時間くれるっつってんのに、それを喋らせるな。それを権力側が決めれるっつったらもう無茶苦茶じゃないですか。じゃあこれ、今年の参議院選挙終わった後の3年間って、より、これ言論統制というか言論弾圧強まりますよ。どうやって衆議院で抗うんですか？参議院で議席を拡大して、さらに衆議院を援護できるような状況を作らなきゃダメでしょう。私たちはそう思ったんです。じゃあ、この3年間国政選挙が行われない間に何が行われるか。それを想像すると、おそらく消費税上げられるでしょ。労働環境もより破壊されるでしょ。労働環境も。より雇用の流動化進んでいくでしょ。憲法も改悪されるでしょ。貿易協定とかもより日本にとって不利、切り売りするようなことも進んでいくでしょ。3年間あったら何だってできるんですよ。ここに対してブレーキになる。そう思って衆議院、戦い、自分がバッチ取って、それで、中で戦えると思ってやってきたけど、あからさまな言論弾圧っていうものを食らった時に、これこのままの体制だったらまずいと思いますよ。だって国会ってちょっと今体制抑制みたいになってるじゃないですか。この国会に対してちゃんと物を言える、皆さん聞いてくれと、声は届くかどうかわからないよ。でも一番小さな存在が、一番ややこしい存在が数増やさないと、これ無理でしょ、抗えないでしょ。そういう判断ですよ。そういう判断で私はバッジを外したっていう話なんですね。それに対して納得する人と納得しない人がいるのは当然ですよ。でも手続き的には私は選挙区で受かって捨てたわけじゃないってことです。政党の票で受かったわけ。つまりは私が議席バッジ外したとしても、それは次の人に譲ることになる。だからこそ串渕真理が受かった、受かるというよりも串渕真理が次国会議員になるってことですね。衆議院の議席を減らさないままで、そのまま参議院で私がチャレンジすることになると。だってそのままいとく方が楽よ。そのまま議員やっとく方が楽よ、本当は。わざわざそんなことしなくても、3年間国会の中でやっていくってことだって可能なわけだから。でもそれって自分にとってはいいかもしれないけど、この先の3年想像したら無理。そんなこと無理よ。地べた這いつくばってでもやるってやつらを増やさないと無理なんですよ。だって一人で牛歩してたでしょ、私。拍手いらないですよ。一人で牛歩って何かって言ったら最悪ですよ。あんなものやりたくない。ハラスメントの頂点ですから。三分の二から罵倒されるんですよ。もう心壊れるぐらい。で、どうして牛歩やるのかって言ったら当たり前じゃない。これまで何回か牛歩やってきたんです。一つは安保法つって2015年通ったやつ。それ何だったかって言ったら、自衛隊を米軍の二軍にする話ですよ。事実上ね。アメリカの世界戦略に対して一番危ない、これ、ロジスティクスやらすってことですね。一番の戦場を潰そうと思ったら、その間の補給を潰すんですよね。最前線潰そうと思ったら補給潰す。それが一番話早いんですよ。その補給を自衛隊やる。それが可能になる。誰かが喧嘩してる時に、おい待てって間に入れる。
そんなこと日本にさせちゃダメでしょ。自衛隊にさせちゃダメでしょ、そんなこと。それ誰の要求から来てるかって言ったら、アメリカの要求から来てるんですよ。それだけじゃなくて、経団連の要求でもある。経団連は、何かって言ったら、これ、武器を売りたいっていう気持ち、武器を作りたいっていう気持ちが非常に強かったんですね。ずっと政治に対してそれを言い続けてきたってことですよ。出るかな？ちょっと一瞬見せますね。黄金の3年、選挙が開かれない3年間において一体何が起こるか、そのことに関して想像するためには、これまで何をやられてきたかってことを見なきゃしょうがないんですよ。これまで何をやられてきたかってことを見たら、この3年に行われることっていうことを想像できるはずです。例えばですけど、武器輸出。これ2010年からもう、経団連がずっと言ってるんですね。我が国は武器輸出三原則により、国際共同研究開発に参加できず、いわば技術的な鎖国状態に陥っている。何かって言ったら、一番大きなマーケット俺たちにもうやらせろよってことです。国内で冷蔵庫作ったりとか、いろんなもん作ったりとかしたって、お前頭打ちだろって。そうじゃなくて、国がちゃんと俺たちが開発するときにも金を出して、それを作って、で、使うっていうことまで、すべて一連でやれるようなことをやってほしいって話なんですよ。まあ、こういったこと、数々のこと、集団的自衛権にしても経団連が求めてたりとか、憲法改正も経団連が求めてたりとか、カジノも経団連が求めてたりとか、他にも、例えばですけど、外国人労働者を大量に入れろってことも、経団連が求めてたりとか、派遣労働者、さらに増やせ、これ、経団連が言ってたりとか、消費税を上げろってことも言ってたりとか、むちゃくちゃですよ、これ。何かっつったら、資本側にコントロールされた政治なんですよ。資本に買われてるんですよ。戦争も資本でしょ？それを考えたときに、この数十年の間に壊されまくったこの国に3年間の黄金の期間ですよ。今のまま無風の参議院選挙みたいな形になったとしたら、これ、自民党数減らしませんよ、大して。それどころか維新みたいなところだったり、もうそのまま与党みたいな国民民主党みたいなところも議席増やしていって。で、逆に言って野党側がその数を減らしていく。そんな状況で3年。これ空白の期間できたとしたら、やってくるのは地獄以外想像つかない。これに対して自分で覚悟を示すしかないじゃないですか。託してくれた人、当然いるでしょ。令和って書いた。山本太郎と書けないから令和と書きました。それで議員になって欲しかったです。そういう人いるでしょ。その人にはお詫び申し上げるしかない。お詫び申し上げるしかないけど、この先の3年考えたら、この行動許してほしい。行動許してほしい。今回バッジ外すことに対して賛否あるでしょ。どうして令和新選組だけ怒られるんだろう。どうして山本太郎だけ怒られるんだろう。いいんですよ。こんな小粒でもそんなに注目していただいてるってことでしょ。こんな小粒でも何か あいつら気に入らんって思ってもらえてるって可能性ありますよ、これ。そう思うんですよ。逆に言ったら私が参議院で勝って、この3年間の間にね、選挙のない3年間の間に、その参議院で増やした仲間と一緒に地べた這いつくばってでも、今やばいことが起こってるってことが皆さんがテレビから知れるような状態にしたい。その時に力貸してほしいんですよ。国会の前に集まってくれとかね、なんとか止めようぜとか、選挙がなくてもやばいこと止められるって、そんな状態、そんな中でバッジを外すという決断をしました。今問題提起いただいた方にもこれで納得していただけるとは思いません。人の考え方それぞれだし、で、私は私の中の使命感で今そういう決断をしました。なのでそれでも納得いかない人にはお詫び申し上げるしかない。でももうそれは自分で決めたことだし、覚悟してることだから。だって私にはかけられるものは自分しかないんだから、自分っていう存在しかないから。